4月29日、すべての入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書及びワクチンの接種証明書3回をいずれも提出を求めません。コロナ前に戻ったことですよね。戻るってことですよね。はい、おー、びっくり。中国からの直行旅客便での入国者に対して、臨時的な措置として現在実施しているサンプル検査等を、他の国、地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更しますということで、まあ、実質何もなくなったということですね。ようやくですよね。で、実は昨日まで僕たち広島にいたんですけれども、まあ、とにかくね、白人系の外国人観光客も多かったです。まあ、G7 のことでやるんでしょ、5月。はいはいはい。なんかのニュースで見ましたよ。外人が原爆ドームに結構興味があって、そのミュージアムですか、よく行かれる人が多いと。はい、うん、確かに多かったです。ちょうどね、原爆ドームと博物館も見に行ったんですよ、資料館。ああ、そうなんですね。はいはいはい。はい、もう外国人多かったですね。で、やっぱり今、コロナ前に戻ったみたいですよ、日本の観光客は。まあ、僕も2月に京都に帰った時なんかでも、かなりもう戻ってる感は、7、8割ぐらい戻ってるとかって周りの人も言ってましたけども、はい、それがほぼほぼ 100% 戻った感じなんですね。で、あとは、マスクもですね、マスクをしてなくても何とも白い目で見られないような状況になってるんですけど、まだマスクをしてる人は多い。文豪日本2月の時、僕はしなかったんですけども、はい、妹の娘とかがね、しろしろうるさいんですよ。あ、2月はまだね、でもマスクのね、まだ雰囲気だったんですけど、だいぶ変わりました。そうそうそう、だいぶ変わりましたよ、目が。ああ、そうなんですね。普通に電車の中でもマスクしてる人、してない人っているんだけど、別にしてないからといって、なんかじろっと見られるわけでもない。ああ、そうなんですね、もう個人の自由みたいな感じになって。はい。飲食店入る時でさえ、マスクしてなかったら、ね、マスクしてくださいって。はい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 。どうやって飯食うんだみたいなのありましたけど。で、入って座って注文して外していいんですよね。そうですね、食べると直前だけで、ね、あの時でもマスクしてくださいみたいな、そういうのがなくなったっていう、ね。いやー、長かったですよ、ここまで。3年以上変わりますよ、ね。アメリカではどうでしょう、今。生活 10% ぐらいの人がしてるかな、まあ、15% ぐらいかな、かなりいましたかね。少ない、もう少なくて、あ、今でありにしてるんだっていう感じしますよ。屋外でもなんかしてる人は話してますけども、でもほぼほぼもうする人は、ね、てかもうコロナの話題、おお、あったなみたいな感じですね、今も。どうなっちゃうんですか、ね、はいはい、PCR どうだったんだみたいな話ですね、結局ね。そうですね、でもね、未だになんかね、子供の学校からは、うん、ワクチンが、出ますみたいな、なんか案内は来ますけどもね、はい、強制ではないので、まあ、まあ僕はそのままもう産業ぐらいなんで、あんまとこの話かという感じで、はい、まあでもようやく日本もそんな元に戻って、はい、ようやくですよ。これ長かったですよね。長かったです、この3年間はね、うん、最初この来始めた時とかに、そのね、レッスンとかのパートナーと話してて、これはちょっと長期戦になるよっていう話になって、まあ、長期戦って言っても1年もありゃって思ってたんですけどね、はい、うん、こんなことを今までに人生で初体験ですよね。世界でこうそういう同じような動きがっていうのが初めてだったので、ちょっと、うん、ようやく元に戻って、よかったんですけども、もう本当去年なんかは旅行に行く前に PCR 検査を受けて陰性証明書を受け取ってから、はい、1万5000円くらいかかるんですよ、うん、で往復でそれだけで5万円かかるみたいな。でもなんかやっぱりまだ飛行機の料金は前のように安くはなく高いままらしいですね。サーチャージとかそういうのは高いですね、まだまだ。そうです、その辺がもうちょっとね、便数も少しずつ増えていってるみたいなので、うん、元に、その辺も元に戻ってほしいですね。僕らもね、家族5人で帰ると飛行機代だけでやっぱりね、いや、やばいですよね。70も80も行きますよね。いや、行きますよね。5、80で40万ぐらいですからね。それでね、まあ、入ってしまえばね、円安なので、まあ、多少はっていう感じはするんですけど、やっぱりちょっとまだそんなできやすい金額じゃないので、周りの人たちもやっぱり、ちょっとまだ飛行機代金がまだ高いなっていう話はしてるんですけども、でもこの入国するのに規制がなくなったっていうのは、旅行をお待ちしてた人なんかにとっては、いいニュースですね。いや、ようやくもうちょっと当分行為なのは。まあ、あとは日本国内の外国人の観光客が増えるということで、やっぱりインバウンド市場っていうところでね、何か実現されれば面白いんじゃないかと思いますけどね。コロナで、ね、ダメ諦めたところとかがね、また場所が空いてたりするので、そういうところに新しいビジネスがどんどん入っていくんじゃないですかね。ということで、またちょっと日本旅に来てください、頻繁に。そうですね、はい、また日本に来て、はい、僕も今日はこれからホノルルに行きますんで、あ2泊4日だけ行くんですけど、ショートトリップで。弾丸ですね。弾丸ですね、はい。